皆さんこんにちは、リラリサです。ラミちゃんすっかり元気になりました。よかった、本当に、すごいみんなにもね心配していただいて、はい、本当にありがとうございました。いやめちゃくちゃ心配したけどね、本当良くなったね、うん、もうめちゃくちゃうるさいから、うん、すごい走り回っちゃうぐらい、うん、だからなんなら最近だってあのルーちゃんよりも朝起きるの早くて、ルーちゃんよりも早く飯を起こせって叫び始めるからね。してんだよね、でルーも思い出したかのように泣き始めるから、うるささ2倍ちょっとずつ2人の距離も縮まってきてますね。本当ね、ちょっとずつだけど、いやけど大変だよ。ちょっとあのアドバイスしてほしい、あの多頭飼いしてる方むずいんだよね。ちょっとどうやって、もちろんあのルーちゃんファーストみたいなのさ、徹底してるじゃない、それでもなんかやっぱなんか難しい、これで合ってんのかなみたいなさ、あるよね。だから正解がわからないから、日々模索中で葛藤してます、はい。それで今日なんで動画撮り始めたかっていうとなんですけど、うん、まあ、最近結婚式を終えたじゃないですか、うん、で、まあ、入籍して3年が経ちまして、うん、なんかふと思ったよ、終わって落ち着いた時に、うん、なんか良くも悪くも変わったなと思って。何か生活、ルナさん、俺が、うん、俺がっていうか、まあ、多分お互いにだと思うんだけど、なんかここの関係性というか変わってるかしら。やっぱ結婚前と結婚後、結婚して何年経っててやっぱどんどん変わっていくじゃん。変わってる、そうそうそう、確かに俺リサのことをもっと好きになった。あ、だから変わってるわ、確かに。ずっと一緒じゃないね、そうでしょ、だからなんかそういうのって自分たちだけじゃなくて、他の人もあるのかなと思って、この前インスタで結婚して変わったことありますかってちょっと、みんなに聞いてみたんですよ。結構来て、だから今日はその話をなんか一緒にしていこうかなと思って。ちなみに俺はいい方に変わったの、いい方に変わったのもあるし、って思ってるのもある。マジか、それはお互いにあるでしょ。わかんないけど、っていうので、まあ、じゃあ今日は募集したやつをちょっとずつ答えていきたいと思います。ちょっと待って、え、俺髪の毛切ったこと一切触れてくんないんだけど、一番ひどいよ。一応ひどいってば、すごいめちゃくちゃなイメチェンしてんのに、一切これ急にさ、みんなさ見始めてさ、いやこの角刈り誰やねみたいな、なってこない。ごめんね、ごめんね、ごめんね、ちゃうね、ごめんね。ルナさんめっちゃイメチェンしました。やばくない、何センチ切った、わかんないけど多分髪、前髪っていうかここぐらいは普通にあったじゃん、センター分けしてこう、で襟足も今後、襟足もね今後あったのをはちゃめちゃにバッサリ切りました、はい、え、似合ってるよね。え、なんか、どうなの、わかんない、リサはもう本当にまだ見慣れなくて、うん、え、でもかっこいいよ、さっぱりすっきりして良くなったけど、もともと短髪の人ってちょっといかつくて怖いイメージであんま好きじゃなかったから、ずっと言ってるよね、いかつい、え、いかつさないじゃん、優しいパパ、優しいパパ、それで髪染めたりしたらちょっといかついかなって思うけど、まあ染めてないじゃん、黒髪じゃん、なんか俺がなんかちょっと思ったのが、なんか リリーちゃんが全然知らない人っているみたいな感じで言われ始めたら嫌だなって思って、俺なのに、あ、俺なのに、そうそうそう、変わりすぎて、変わりすぎて髪型違いすぎるじゃん、まあまあまあ確かに、なんか浮気してるみたいなさ、リリーちゃんが言われたら嫌だから、とりあえず言っといて、で今日の動画撮る時も触れてねって言ったのにめちゃくちゃ顔無視されたわ、ごめんなさい、普通に俺のこと見てないっしょ、え、見てる見てる、誰見て話してんの、見てる、俺見て話せよ。最近はさ、ひどいだろ、もうルーラビにバタバタで、うん、けど俺のことも見てな、ちゃんと見てるよ、うん、パパと将来結婚したいって言わせるのが夢なんだ。どう、ナビちゃん、パパ好きですか。興味なさそう、あールーちゃんはパパ好き、かわいい、やばい、発狂する、ゆなりさなんだな、もうナビちゃんどうしよう、ね、お眠かもしれない、あざ、うん、バタバタしてるから一旦ちょっとケージに入れてきます。バイバイラビちゃん、バイバイラビちゃん、ありがとうね、ラビちゃん、ラビちゃん今度お出かけしなきゃね、ラビちゃん、けどラビのハーネスない問題、ちっちゃすぎて、サイズないんだよね、え、そう、買ったやつがブカブカすぎて、うん、今すんごい探してるんだけど、いや2回ぐらい無駄買いしてるからね、え、そうなんよ、スルンって抜けてっちゃう、あとで採寸しよう、うん、採寸しよう、はい、じゃちょっと早速本題に入ります。はい、喧嘩が増えたこと、付き合ってた時より何でも言い合えるようになった、あ、いやこれは確かにあるなと思って、うん、同棲してなかったり付き合いたての頃って、うん、会える時間が限られてるじゃん、うんうん、だからそんな時くらい喧嘩したくないとかあるじゃん、なるほど、我慢するってことね、多分た何なんかあんまり言わないようにしようとか、それこそやっぱいいとこしか見えない最初の頃とか、取り繕うしね、うん、多少は、そうそうそう、けど今じゃもう生活してんだから一緒に、
気になってしまう。それは嫌なこともあるし、何でもいい意味で素出せるようになったってことかなと思って、うん、いいことじゃない、うん、それ、うん、打ち解け合えたってことでしょ。全然ハッピーじゃん。俺らだって死ぬほどな、うん、いいもんな。もうちょっとのこといいよ。トイレドペーパーなんかさ、残り一切れギリギリで俺が残すとめっちゃ切れる。帰ろよってこれで拭けるわけねえだろってそんな言い方してないんでしょ。いやいやけどね、でもルナさんは沸点が低い、一瞬でブワッて燃えて、うん、え、なんで今そんなことで怒ってんのって。だから性能のいいケトルだっつってんじゃない。早いんだよ沸点するわね。そんな性能良くなくていいです。リーちゃんが性能のいい冷却ファンになってくれる。そしたら俺が冷める。なだめてよ俺のこと。はい、次。あるあるだと思うけど、旦那さんおならとかゲップを堂々とするようになった。いや最低だねマジで。え、俺無理。え、やっぱ俺じいちゃんは、俺じいちゃん家行ってて、みんなで食卓でご飯食べるじゃん。その時ちょっとおなら出ちゃったことあって、うん、その時初めて本当に怒らないおじいちゃんがブチ切れたことがあって、うん、だからそれ以来あのおならはトイレでするものだと思ってる。めっちゃ嘘つくじゃん。何この人怖すぎるんだけど。え、なんかブップブップブップ歌ってんのかのようになんかブップブップしてきてひどい。しまいにはルーちゃんの顔とかリサの顔にまでお尻をこすりつけておならしてくるんだ。でんでん太鼓も日常茶飯事やな。でんでん太鼓伝わらんよみんな。ちょっとやってあげてよこれ。男性の皆さん全裸でこうやってみて多分いいよ。いい音なるよね。そういうの嫌なの。あ、そうなの。ごめん、下品なのやめれば。うん、リサンチは下ネタ OK の家庭じゃなかったんだよね。そんなんなかったよ。そうだよね。ないよ。あの映画とかでキスシーンとかあると、金曜ロードショーとかで。あれ気まずいでしょ。タイタニックでさえ気まずくなるの。タイタニック一緒に見たことないけど。あまり。気まずいよ。俺らはもう、って言って、ワールドカップぐらい盛り上がってたよ。うん、いやでもなんか女の子がいるお家とかは、なんか割とそういうのないよな。ないね。なんかやっぱお姉ちゃんとかさ、うん、いる友達とか知ってるけど、うん、やっぱなんかあんま話さない、そういうことは。下品なの嫌いだね。そう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 。ね、これからね、子供も考えてるんだったら下品なパパじゃダメなんですよ。確かに。ね、親見て怖そらすからね、下品になっちゃうね。俺の子供はね。気をつけてもらって。あ、あっす。はい、次。何でも言いやすくなった。いいことも悪いことも遠慮なく言える。ああ、いいじゃん。俺さっき、あった質問のピックの仕方が下手くそ。じゃあ、ルナが選んでもらっていい？はい、次。旦那が身だしなみに気を使わなくなった。え、これやばかった、一時期ルナさん。あったね。あったよね。あった、そんな時。でもあれはまだ結婚してなかったよ。同棲して1年くらいだと。うん、こんな感じです。乗せるの？え、どれかかった？あの、プールだ。プールで眉毛ボッサボサのグラサでしょ。そう、あれはもう、あの、社会人の波に揉まれて疲れてた、うん、喘息だったし。なんかあの、美容にまで気を使わなくなったというか。もうなんかそんな時間がなかったみたいな感じかな。どっちかって、朝もめちゃめちゃ早いし、夜は帰り遅いし、許して。はい、次。旦那が今まで以上に家庭的になりました。共働きなので家事とかしてくれてとっても助かります。おお。え、なんかこのめちゃめちゃいいやつを見てて思ったのは、めっちゃいいこともすごい書かれてた。え、なんか結構悪いこと書かれるのかなみたいな。みんなやっぱ不満が溜まってんのかなってちょっと思ったんだけど、うん、なんかね、こういういいやつもいっぱいあったの。やっぱ素晴らしいと思う、うん、なんか悪いことばっかり言っちゃうと、うん、なんかそういう風に目につくじゃん。つくし、やっぱその気持ちがより増えちゃうじゃん、うん、だからいいことをやっぱ人に伝えることって大事だと思ってるから、うんうん、気をつけた方がいいです。ゆなさんの度がすぎるの。やっぱいいとこ見つけて、いいとこをポジティブにね変換していくってこと、うん、あのトロイっていうのもただ単にトロイわけじゃなくて、正確にやってくれてるって言い換えもできるわけじゃん。でもリーちゃんのことドンクさん、ドンクせえマジで。はい、次。電気ついてたとか出しっぱなしだったとか細かなことをお互い指摘しなくなった。気づいた人がやるようになった。え、言う？いやでもだいぶ言わなくなった。え、そう？うん、昔同棲したての頃とかは、うん、なんかすんごい細かくリサ・リョナさんに言っちゃってたけど、うん、なんかそっから喧嘩に勃発することが増えたりもしたし、まあうん、あ、なんか気づいた人がやればいいやっていう考えは確かにわかる。まあなんか、うん、リサもつけっぱの時あるし、それで言われるし、うん、なんか俺もそうやって言われるからめっちゃ荒探しするようになっちゃって、うん、けどなんか本当にお互いできない部分ってあったりとか、やっちゃったりするじゃん。けどなんかそこはリサがそうやって変えてくれたから、なんか自分もなんかそういうの見つけたら
自分がやればいいやって思うようになった。だから必然的になんかそういうの言う機会が減ったから喧嘩することも減った気がする。ただ生理前とかになるとムカついちゃっていやなんかね、じゃあわざとめっちゃ音立ててやってくる時あるよね。あるよね。で俺もギクってなって、リーちゃん何してんの、あいい俺やるやるっていつもあれ遅いんでしょ、もう遅い遅いの一回さ、うん、今だから笑えるのが、今ふと思い出したやつが、同棲してるの頃、お湯ってお風呂入ってる時しか使わないと思ってて、ユナがあのお湯で手洗ってるのとかまだ知らなかったよでお風呂上がってずっとあの運転ついてるから消して、元ついてると思って消してたら、多分ルナさんが手洗う時につけてて、なんかそこで謎の戦争が起きてなんか消してくれるって言ったら、なんか消さないでくれるっていうので喧嘩した記憶ある。あったわ、うん、あったわ。あったでしょ、うん、あれもだってさ、つけたり消したりするの、うん、電気が食う多分だから冷たいので肌弱すぎて、うん、洗いたくなくて、うん、だからルナはなんか手は水かなと思ってた。ああいや、なんならだって俺が風呂入ってる時に消したりとかもあるからあれだミス、いやいや、だからそういうなんかあの過去がいろいろありすぎて、もう勝手に消すなよって逆に俺は、うん、うん、つけて置いてるんだみたいな感じだったの。それをなんかね、すぐ消すしすぐコンセント外すタイプなの。え、だったけど、そんなに電気代に影響がないことを知ってしまって、最近はずっと差しっぱだった。ああ、いや、まあだから、あとあの、うん、ボタン式のやつとか買うようになった。マジでこのちっちゃい話永遠とできちゃうから次、うん、ゆなりさ夫婦、はい次、笑顔が似てきた。え、でもなんか似てないと思うよ、うん、なんだけどたまにコメントとかで言われない？本当にたまに言われる。俺の笑い方真似してんのえ、でもルナさんの笑い方ってクセ強い笑い方するよね。でもたまに自分もなってるなって、うんつって笑うのあ、でも笑ってんもう笑わないじゃあ今笑い方じゃない、笑顔の話をしてた。あ、そうだ、いっぱい笑った方がいいよ。リーちゃん昔あんま笑わなかったからね、結構ムズってしてた。笑った方がいいよって、え、なんか笑うと結構ムニってなって丸顔強調されるのが結構可愛いんじゃん、コンプレックスで、なんかそれでなんかアンパンマンみたいなとか言われるの嫌じゃん。ウラリーちゃん笑った顔が好きだったよ。だからいっぱい笑ってっていつもこうやってやってあげてたの。猫が上がったのだよね、可愛いはい次、結婚前に同棲をしてたから何も変化を感じなかった。でもこれは確かにある。まあ大きな変化はないかな、うん、ルナとか特に名字も変わらないじゃん。うん、だから最初は結構実感しにくかったんじゃない？しにくかった、うん、しかもずっと同棲してるから、なんか今からじゃあいざ結婚しま、うん、席入れまして同棲しましょうとかだったら、うん、はっつってなんかこう気合い入れていく感じだと思うけど、うん、全くそういうのもないから、うん、なんかぬるーっと、うん、で結婚式も挙げないからぬるーっとずっといた。そうだから最近結婚式挙げてマジでよかったな、うん、なんか新婚気分です。あ、そう、今結婚したてのほやほやの新婚気分、はい、だから逆に我慢して3年後とかにあげるとちょうどいいのか、いいかもしれない逆に、ね、意外とありかもしれない、ありっしょ、うん、だからこれおすすめです3年後結婚式みたいな、はい、ちょうどお金にも余裕出てくるじゃん、3年もあれば貯金して、ね、貯金2人頑張ろうみたいな結婚式あげるためにとか、うん、ありですね、っていうのもありだよね。はい次、逆になんか変わったことある？あ、俺らに聞いてる。逆に聞かれて面白いなと思って撮った。え、何やろうな。うん。カッコつけなくなった、リュナさんが。どういうこと？いや、なんか付き合いたてとかって、なんかやっぱ男を見せるじゃないけど、ちょっとなんかスンってしてたリュナさんがいたのよ、うん、どこかに。最近はゼロだね。これ。リンキャン。変な踊りを毎日毎日やってる。それが賑やかで楽しいから、いい変化なんだけど、カエル化っぽいの結構してるなんかもう好きとか恋とかそういうのから変わってるから、うん、感情が、うん、可愛いなとか面白いなんて済むけど、うん、多分あれ初期にやられたらだいぶ可愛いそんなにだってなんかこうやって覗いてチンブラブラしてるルージューちゃんがおちんしたらしい。あ、おちんした、ルージューちゃんおちんしたんです。ルージューちゃんおちん。はい次、毎日今日も可愛いねって言われるようになった。めっちゃいいことじゃん。こういうのを募集した時に言われなくなったっていうのも多かった、うん、けど言うようになったも多かったの。へえ。意外じゃない？ちゃんとリュナリさん見てるからだと思う。なんだそれ、生意気なこと言ってどうした言うと自分に返ってくるっていうのもあると思ってる、うんうん、なんか言わなくなるとどんどんやっぱ
あの頑張ってお目返ししてもっていう悲しい気持ちになるでしょ、うん、なる。やっぱりこう頑張って俺も思うもん、今日せっかくあの髪切ってめっちゃにしたのに何も触れてこないとかだと、ね、もういいかなとかって正直思っちゃうの。切ってから味方ってっから、あ、まあまあまあ、それは冗談だけど、けどやっぱ女の子もそうやっていっぱい言ってもらったらさ、うんうん、じゃあもっと可愛くなる、もっと可愛くなるみたいなさ、そう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 、まあだから言ってるってわけじゃなくて本当に可愛いなって思った時に言ってるだけ、うん、はい次、名前で呼んでもらえなくなりました、おいとか、それとか、それはさすがにない。名刺でもあれだ、風呂子供できたりするとパパとかママって呼ぶようになったりする。あ、そっちパターンもあるじゃん。うん、けど逆にリーちゃんとかそういうなんかその相性みたいなやつはいいの、うん、なんでダメなの。あ、それはいいんだ、それは名前なんだ。名前だよ。名前ってほらリサだったらリサって呼んでほしいとかってことかと思った、ね、えいくつ27。やべえぞ、いつまででもちゃんはつけてる。分かったよ。はい次、良くも悪くもお互いの家族との付き合いが増えた。それはやっぱ結婚して家族同士くっつくわけですから、うん、ほぼ毎月帰れてる、うん、どっちか帰ってるよ、うん、楽しいよ、うんうん、本当はお嫁さんっていろいろやんなきゃいけないのに甘えて全然昼まで寝ちゃったりとか本当に申し訳ないんだけど、うん、本当に優しくて居心地がすぎて寝ちゃうよね、自分の実家のように甘えてしまってる。あのでかいソファーあんねんけど そこで引きで寝てて、でブンタとルート3人で気づいたら弟とかもいなくなって買い物とか行ってて帰ってきて、あって見て、あもう6時過ぎてるみたいなあるよね。めっちゃある。あらはかんない、申し訳ない。いやいいんだよ、なんか仲良くなってもらえるなんて思わなかったから。けどそれもこれもやっぱりりーちゃんのさ行動っていうかさ、りーちゃんがそういう風にさせてるんだと思うよ。りなもそうやろ、緊張するじゃん、それこそさ、うん、彼女のお父さんとかさ、でも全然一緒に帰ろうって言ってくれるから嬉しい、うん、はい、だって普通にパパのご飯とかめっちゃ美味しいよね。話もめちゃくちゃ面白いのよ。でママもさめっちゃ優しいし、うん、だから帰りたいと思うよね。そうやってここ2人だけじゃないつながりが広がったのは結婚のいいところだなってすごい思う、うんうん、はい次、飲み行くことがほぼゼロに近いぐらい減って家でご飯食べながら飲むことが増えた。そうだよね、あ、まあ俺らはそうだ、そうだ、ずっとそうだよ。そう、最近だったらアラジンプロジェクター買ったから、あ、あれめっちゃいい、一緒にあのなんだっけ、カラクリサーカス見てたんよ。だからアラジンね、マジ買った方がいいよ。なんか、ね、生活豊かになったなって。高いよ、高いんだけどそれ以上の価値がある。けどほら日割りしたらさ、うん、全然買っといたら安くなる。あれ照明にもなるの。そうそう、しかも朝なんかチュンチュン鳥の音を流してくれるの、朝の決めた時間でしょ。あれだからリサ森で寝てたっけと思って起きたら、アラジンが泣いてる。そう、アラジンね、いい目覚めにしてくれる、うん、で体のあの一日の天気と占いとか書いてあるから、あ、今日俺ちょっとあれ。はい次、子供もいるので家族優先になったこと。リサたちは子供いないけど、まあ、ルーちゃんラビちゃんがいるから、うん、2人ってよりかはみんなでってなったかも。確かに旅行とかも、うん、なんかこう4人で行ける場所を探すようになったね。なった。例えばディズニー行くとかだったらもう近くの安いところでいいかなとか思ってたけど、うんうん、なんかもうちょっと自然で一緒に泊まれてみたいな、うん、なんか露天風呂でみたい な、 なんかそういう方になったよね。なったし、まあ、あのお外出てもルーとラビがいるから早く帰んなきゃっていう考えじゃん。ほんとそう、なんか見守りカメラめっちゃ見てさ、めっちゃ見て二人してキラキラ笑ってで早く帰りたいなってなるよね。なるよ、だからやっぱ優先になりますね。家にね、いたいんだよね。うん、2人がかわいすぎるから。アザラシルーターン。はい、じゃあ、まあ、そんな感じで変わったことを話したんですけど、でもやっぱりプラスのことが多かった、圧倒的に。意外とやっぱ俺らの動画見てくれてる子たちは、うん、多分そのネガじゃないんだ、うん、まあ、ネガで言ったらやっぱり釣った魚に餌やらないタイプとか、うんうんまあ、そういうのあったけど、圧倒的にやっぱみんな仲いいんだ。結婚しなくても今この世の中って全然幸せに生きていけるじゃん、うん、なんだけど結婚したら下でまた違った幸せもあるし、いいよねっていうのは最近改めて思う、うん、まあじゃあというわけで、はい、今からラビちゃんの採寸していきましょう。はい、いきます。 18? 18。ないって、なかったよ。18ない、ないよ。なんか XS とかでもなんか25とかからだったよ。どうしよう。君、ちっちゃすぎないですか。ルーちゃんどこいた。あ、いたいたいた。ルーちゃんがちなみにいくつぐらい。ルーちゃんはいくつでしょうか。ルーちゃんで30ぐらい。
30? うん、最近ちょっとお太りになられています。まあじゃあ、というわけで、はい、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。